基本頭が痛いなんですけど、明かりがもうチカチカするようなのが見えたりとか、気持ち悪くなったりとか、ひどい時はそういう時もあります。タレントの雛形あきこさんが30年以上前から悩まされているもの、それが天気痛です。グラビアをやってる部屋で休ませてもらった時があったんですけど、本当に立てなくって。天気痛とは天気の影響で体調が悪化することを言い、主な症状としては頭痛や肩こり、関節痛など、国内の潜在患者は1000万人以上とも言われています。夏になる前が一番あんまり好きじゃないですね。台風結構多いなっていうふうに思ってるのと、あと気圧も本当にすごく変わることが多くなってきてて、本格的な雨や台風のシーズンを前に知っておきたい天気痛のこと、そして雛形さんの天気痛との向き合いに迫ります。お家のカーテンは遮光性の強いカーテンを選んでいます。そしてこれは注射ですね、頭痛の注射です。1992年中学2年生の時に女優として芸能界デビューを果たした雛形あきこさん。その後はグラビアアイドルや歌手、バラエティ番組めちゃめちゃイケてるに出演するなど、マルチな活躍を見せてきました。そんな雛形さんをデビュー当時から苦しめているのが天気痛です。天気ももちろんなんですけど、気圧が急激に変わる時が痛いっていう感じです。よく雨が降ったりとかって分かりやすいんですけど、晴れたりする時も痛くなるんですよね。気圧って悪くなる時じゃなくても変わっているので、すごく遠くの方で台風ができたりとか、東京に別に雨が降ってなくても沖縄の方でも台風ができてたらもう痛くなってて、その台風が温帯低気圧に変わりましたよって言われても、気圧はやっぱり変わってるので痛かったりとか、ずっと降ってる状態になってたら逆に安定してるので痛くなかったりとかっていう感じなので、本当に気圧ですかね。この天気痛はどのようなメカニズムで起きるのか、日本で最初に天気痛外来を立ち上げ、雛形さんの治療も行った佐藤純医師に聞きました。天気の崩れっていうのは何が一番大きいかというと、気圧の上下変化なんですね。内耳と呼ばれるところに気圧センサーがあって、そのセンサーが気圧の変化を感じております。そうすると脳の方から自律神経の指令を出してきます。通常のものよりもその刺激が強かったりすると、自律神経のそのバランスが崩れることによって、まあ、頭痛が出たり、それから体調が崩れる。佐藤医師によると、天気痛を発症しやすい人の特徴は、よくめまいがする人や車酔いをする人などだといいます。雛形さんは自身の症状について。基本頭が痛いなんですけど、前が痛くなる方が多いです。前頭葉というか、目の近くというか、前が重くなるというかっていうのが多いんですけど、ひどくなると明かりがもうチカチカするようなのが見えたりとか、気持ち悪くなったりとか、ひどい時はそういう時もあります。レギュラーを務めていためちゃイケの撮影中に体調が悪化することもあったそうです。めちゃイケは多かったです。収録が長かったんで結構やっぱ長い収録だったりすると、痛くても途中でじゃあ薬飲もうとか、そういうことができなかったり、頭痛いままずっと収録してたりとかっていうことは多かったので、たくさんあったと思います。またグラビアの撮影では海外に行くことが多く、その際利用するのが航空機。地上にいる時と飛行中の気圧の変化にも悩まされたといいます。グラビアやってる時が結構一番痛かった時だなっていうふうに思ってて、飛行機に乗って南国に行って、でまた撮影して帰ってくるみたいな、当時はすごく忙しいから痛くなったんだっていうふうに思ってたんですけど、飛行機に乗ることでも気圧が変わって、でグラビアはすごいいい天気な南国に行って、そこで写真を撮って、今度多分日差しもすごくガンガン浴びて、レフ板ですごい目の中に光を入れて、でまた飛行機に乗って帰ってきてって、きっと脳へのストレスが
すごかったんだろうなというふうに思って、グラビアをやってる時、部屋で休ませてもらった時があったんですけど、本当に立てなくって、その生活はあまり頭痛には良くなかったんじゃないかなっていう。そんな雛形さんが病院に通うようになったのが2015年、37歳の時でした。番組で頭痛の先生に会って、で治療しないとダメだって言われたんですよ。あ、治療するんだっていうふうに思って、で実際治療をしてみて減ったんですね。ちゃんと治療しないといけないものなんだなっていうのも感じたし、ちょっと気をつけなきゃいけないこととかもあるんだなっていうふうに思って、気圧はどうしようもないんですけど、医師からは薬を処方され、生活環境を見直すよう言われたそうです。脳へのストレスみたいなのもいけないから、日傘で外に出るときはできるだけ日傘を持って遮断して、サングラスでもいいよっていうふうに言われたんですけど、サングラスだとずっとしてると今度ここのストレスで頭が痛くなったり、あとちょっと調子に乗ってんなみたいな思われるのが嫌だサングラスして外に出てるみたいな、まあ、でもとりあえず遮断すればいいので、その脳へのストレスみたいなのが感じないように光っていうのも気をつけたりしてます。さらに自宅でも天気痛の対策をしていました。お家のカーテンは遮光性の強いカーテンを選んでいます。今昼間なんですけれども、外は明るいんですが、この裏の生地もこの何ですか、しっかりしてるやつ、これで、やっぱり日の光が目に入ることで脳にストレスを与えてしまうので、少しこう日の光をしっかりと遮断してくれるカーテンにしています。これが毎日飲むお薬、寝る前ですね。そして頭が痛くなってしまったら飲む薬です。そしてこれは注射ですね、頭痛の注射です。これでだいぶ私は頭痛が改善されてきました。佐藤医師にも天気痛の対策を聞きました。天気に影響を受けにくいようなその自律神経はどうして作るのかというと、やはりそれは毎日毎日の生活のリズムを変えないようにしたり、それから日曜日だからといって遅くまで寝てしまうようなこうリズムがずれるようなことをしないようにすることとか、そして何よりもですね、自律神経を整えていくには軽い運動を毎日続けるというようなこと、まあ、毎日続けるというのが重要で、その時に慌てて何かをしたら良くなるというわけではないです。雛形さん家族は夫の天野康生さんや娘も天気痛に悩まされているそうです。大丈夫、痛いっていうふうに娘に聞かれて、あ、痛いよって、主人も痛いよって、なんかその天気だったり気圧だったりとかで痛いのを共通認識したら安心するらしくて、みんな同じように痛くなっちゃうんですよね。だから逆に言ったら理解はしてくれます。それが辛いことだって、一緒に辛いので、だからみんなすごい辛いことっていう認識はしてます、はい、今後も天気痛と向き合い続けなければならない雛形さんですが、治療をすることで体調の悪化を最小限にとどめたいと話します。でも頭痛ってそもそもそんなに意外とみんなあることだから、頭が痛いって言っても大丈夫ってぐらいのことだったりとかするんですけど、実はすごくこう辛かったりするけど、その度合いって人それぞれだから分かりづらいというか、だからきっと相談もしなかったし、分かってほしいとまでも思わないで、じゃあ治さないとっていう方にずっと思ってたっていう感じなので、でもゼロにはならないけど、100あったものがじゃあ20までなったら全然生活は違うじゃないですか。ずっと100のままで生き続けなきゃいけなかったり、じゃあ100からもしかして120になるかもしれないっていうふうに思った時に、これから先それでいくかっていうふうに思うのと、できるだけその数をやっぱ減らした方が絶対に楽なわけだし、その方法があるんだったら絶対試した方がいいなとは思います。最後までご覧いただきありがとうございます。
アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。